はい、どうも皆さんこんにちは、よさくです。アンチャーテッドコレクション、4回目でございます。さあ参りましょうか。前回まではね、墜落現場に落ちて女の子とね離れ離れになっちゃいました。さあ行きましょう。はい、転がりながら、全くのね未開の土地に、一人でやってきたので、ね、本当はねサリーと一緒に来たかったんですが、サリーがなんとね借金取りの輩にね殺されちゃいましたね。さあドアをこじ開けてどんどん行こう。滝があるな。小さいナイアガラ。さあ行こう。さあ進めんのかこれ。こっちか。あ、向こう奥になんかあるのか。奥にアイテムがあった。お、なんか宝物コレクターにもトロフィーがもらえる感じなのかな。ね、集めたら。はい、別にトロフィーはいらないから。なんかすごいね、すごい武器ください。最後なんかね、ああいうのがあると登れちゃいますよね、多分どっかから。もうね、登って撃つゲームだってことはね、分かってきましたよ、アンチャーテッド。アンチャーテッド。最後、どっから登るか？こっちを、ね、こっちからかな？あ、登りやすそうですね。OK、OK。登りやすそうだし、飛べるかこれ。結構な距離あるし、ああ、いけんのかねこれ。まあでもいけないと困るよね。もう一回トライします。もう一回トライしましょう。さあ苔でね滑ってね、ちょっとすね打ったりしたら嫌だよね。嫌です。苔がある岩なんかに飛びたくないですが。さあドン。おお、届くのね、やっぱり。まあ届かないとね進めないよね。この丸太も苔がすごいね。滑りそうですか。おっと、敵がいるな。なんでね、墜落したより先にね、もう、スタンバっちゃってんのかね。すごいな、こっち行動の速さ。しかも、ね、大量のね、部下を、ね、一人でやっつけてますが、大量の部下をどうやって運んできたってことやら、ローマンだっけ？すごいね。悪いことして金稼いでんだろうけどね、金の使い道、人件費が結構な支出だと思います。最後、さあ行こうか。うんね、倒したやつからね弾拾ってね補充していかないとすぐ空になっちゃいますけど、ね、あれコンボ、あ、いんのね、あそこコンボできるか。なんかね、よくコンボがね、よくコンボができない。はい、泥仕合になってます。なんかすごいね、なんだっけ、鉄山鉱だっけ、そんな感じのコンボが出ちゃいました。最後見つけたぞ。まだいる。何この湧いてくる感じ。こういうゲームなの、こういうゲームなんでいつもこんな目に遭っちゃうの。敵が湧いてきちゃいますよ、ドラクエ並みに。ね、何歩歩いたらすぐ、ね、敵が現れる、ね、かといってレベルアップはない、ね、経験値という概念はない、ね、こんだけ倒しても何もレベルアップもできない、弾が減るだけ、ね、はい、まだいる？まだ隠れてるね、あそこね。早く出てきてちょうだい、早く出てきてちょうだい。まだ？まだ？早く出てきて
ください。まだかな。倒したよね。 OKOK。 最後、はい、弾が満杯。結構ね、苔だらけですね。自然がいっぱいってことで、そういうことかな。未開の地なのにね、こいつらドンパチやっていいのかな。さあ、上から撃つはいいけど、隠れる場所がないね。困ったもんです。隠れる場所がないっていうのも困ったもんです。おっと、なんかファインプレーで飛び移っちゃって、今こういうことしてる場合じゃない、ね、今こんなぶら下がってる場合じゃないね。敵がいます。戦いましょう。いない、いない。さあどうだ。とあいつら一発撃たれても死なないっていうね。なんで3発で死ぬんだ。なんで3発耐えれるんだね。すごいわ。結構ね、上半身になっても3発耐えてくる。なんかね、今瞬間移動した先が。さあまだいる、まだ奥にいる。L3 ボタンで標準切り替え、まあいいか。向こうにもいる。はい、どうだ。おっと、手榴弾ほんと危険ね。手榴弾はやめて。あら、どこいる。向こうかい。向こうのやつにバンバン撃たれて危ない。死にかけてる。色がね、こうセピアな感じになってきたらもうね、結構危ない感じです。命の灯火がね消えかかっております。おっと、手榴弾やめて、手榴弾はやめて。これは素晴らしい。死にたくない。倒したか。まだいる。よし、ちょこまかと。まだいる、まだいる。よし、倒した。出てきたぞ。オッケー、こっちにいるぞ。よし、弾拾ってこう。おい、まだいるんかい。まだいたんかい。すぐ湧いてくる。すぐ湧いてきた。やばい。死にかかってるぞ。これは弾が残り9発。これはやばい。おっと、ちょっとカットします。同じとこ見せてもね、同じドンパチをね、2回も見てもらうのはちょっと苦痛でしょうがないかもしれない。ちょっとカットして、同じ場所までね持ってきました。はい、最後。さあ、なんか結構ね、体をくねらせてね、避けられるというね、敵がね、こっちの弾を。やり手ですね。はい、すごいですよ。命をかけて体をくねらせるというね。さあ行こう。弾を拾ってね、補充しときましょう。奥までね、ちょっとどこ行くんだっけ、これどこ行くのかな、どこに行ったらいいのか。はいはい、大したね進展もなく、このエリアをねさまよっているアホがいたので、アホって言っても私ですが、ちょっとね倍速で、ちゃんとね、理解ができる場所まで、早送りしたいと思います。はい、ここからですね。さあ行きましょう。これが先のフロアです。はい、この先に
待ち受けるのはやっぱり敵ということでもうね敵しか出てきません。はいね、サリーとのね楽しい会話が何だったのか、もうねもう敵と銃を向け合うだけです敵と猫をねジャングルで、ジャングルかね、何かの跡地で銃を持って戦っておりますね。えいつになったら全滅するのかこいつら。すごいよね、一体何人だ一人相手に何人来てるこいつ。そんなことをしても無駄だ。そっちじゃない、隠れてるね。はい、こちらだ。湧いてきちゃって、これはやばいね。結構いろんな方向から隠れる場所がない。いけ、コンボだ、コンボ。あーやばい、やつあそこだ。うん、はい、同じところまで、ね、ちょっと、はい。さあもうね、次から次へとね湧いてきちゃうんだよね。まあでもこいつらね弾を落としてくれるからさ、まあそれに困ることはないんですが、ね、結構ね、あやべえ、結構なんていうのストーリー的には進みにくいよね、こんなに。おい気をつけろ。敵のねザコちゃんたちをね小出しにして来られると、ね、全然エリアが進まない。もういなくなった？OK かな？もういないかな？もういない。OK。弾を拾っていこう。拾えない。拾えない。よせ。もういなくなった。落ちてない。それじゃない。うん。できればいいな。できればいいな。ね、え、一発でいけるの？一発でいけるの？でも当てる自信がねえな、当てる自信がねえんだわね、エイムが下手なんで。残念なやつがプレイしてます。はい、残念なやつはねこう FPS をやってるっていうね。まあこれ FPS だと思ってなかったからさ、まあ勘弁してくださいまあでもね、どんなゲームでもね、どんな人がやってもいいんだよね。そんな上手いやつしかやつダメっていうルールがないんだよ別にね。ゲーム会社はそんなこと思ってない。さあ何言ってんだか一人でね、最高おーっとすごい勢いで飛び降りてね、こっち側からのね、カメラマンがいましたね、カメラハンが最高。違うアングルでも撮りたいからちょっと先行って待機してるんで、ちょっと合図を送ったら飛んでくださいねみたいな感じで、ね、裏のエイトの情報がありました。さあさあどうだ、さあどうだ AK のがいいけど弾がね27発ってね結構少ないよね、結構少ない。大丈夫かこれ、ちょっとまだまだいるよね、まだいるはず。やつがいたぞ。殴っちゃった。おお、すごい蹴り出ちゃった。どうやったかわかんないけど、どうやったかわかんないけど、すごいの出ちゃった。すごいの出ちゃった。もう一発かましたいけど、もう一発かましたいけど、違うの出ちゃった。ピンチ。違うの出ちゃった。ピンチ。やっぱね、複数にいるときにね、コンボダメだね。特にね、下手な人の操作でコンボいったらね、ただ銃に負けちゃう。これはね、やっちゃダメ。ね、自分に言ってますよ、これ。自分に言ってます。自分でね、自分を叱っております。さあ、森の奥地へ行きましょうか。こっちかな？違うね。絶対向こうだわ。敵がいる方に進めばいいのかなこれね。そんな気もしてきた。登れないね。ここは
違うか。さあ行こう、奥地へ行こうね、どんどん行きましょう。はい、ヒントが来た。ああ正解、奥地です。さあこれいけるかな、泳いでいくか、泳いでいこう。あれ流れが急すぎた流れが急すぎるわ。さあ、あやっぱりね、様子っていうかね、あたりの様子をね、もうちょっとよく見ろとね、横にこういうの仕込んでるからよく見ろとね。すいません。はい、行きましょう。ぶら下がってね。はい、ここもよじ登って。よじ登ってからの、はいはいはい、背面ジャンプ、結構な記録が出ましたね最高。ちょっと こんな状態の時に打ってくるね、それはちょっとやっちゃいかんね君、それはやっちゃいかん君、それはいいかね、人がぶら下がってる時に打ってくるのはいいかね、いかんよ、いかんはい、オッケーかな、2人だけかな、あそこは。よし、最高。あれ向こう行けそうだよね、向こう行けそうだ。でもこっちにも石あるよ、なんでだ。向こうあの距離なら飛べそうな気がしますよね、こんくらいなら、助走つければいけるような気がするな。助走を取ってからのギリジャンプ、おですよね。はい、流れが急すぎた。はい、さあやっぱね、やっぱ石が向こうに続いてるってことは向こうに行けんだよね多分。よく見ろ、やっぱね色が違うじゃんちょっとね。はい、グラグラくるのやめよう、ね、帰り道どうすんのね、あんな落ちちゃったら帰り道難易度が上がってね、帰れない。さあ最後、おーっと危ねえ、斜めに飛んじゃった、危ねえわ。これは向こうは無理じゃね、ね、無理だよね、無理だわ。ってことはこっちか、え何この難しい距離感、難しい距離感ね、少しジャンプ、おーっと、おお、ギリセーフ、ギリセーフからの、え右しか、ね、視点が時々、あれー参りましたな、これここの距離感超むずいんですけどね。はい、ちょっとグラグラと来てからの、我慢して、はい、チンっていう感じですか。はい、何これね、なんかこう、まあいいやね、うまい例えが出てこなかった。最後ね、はい、うまい例えなど出てきたことありませんけどね。はいはい、行きましょう。なんかまたトラックからね、なんでしょうか、あいつ。でこっから撃てるし、あいつなりタル積んできてもバカじゃん火薬のタル積んでくるから、ね、誰かを襲う時に、おっと飛びすぎた、これはきつい、はい、歩けんのね、これはね、ジャンプじゃなくてよかったね、ジャンプじゃなくていい場合もあるのね。 OK、大体ジャンプと思ってたら歩けたっていう。さあ、おギリだわ、もう流れたくないね、もう流れたくないわ。こんな隠れる場所ないところで撃ってくるかね、卑怯なやつは大体あの上から2人だね上からの2人は大体卑怯ね、大体卑怯ね。最後倒したし、はい、この辺でももう落ちても大丈夫なような気がしますけどね。まあでも流れたくないんで、はい、安全に安全に行きましょう。
さあもうそろそろね、なんか新展開欲しいですね。もうこのジャングルでね、ドンパチはいいでしょうね。もうごちそうさまでしょう。あれなんか光ってんの、なんか光ってんのアイテムがね。ちょっとここでグラグラしてるけど、アイテムがあるね。まあアイテム言うてもなんかただのコレクションなんで、ね、はい、60個もね、いろんなとこに宝物ぶちまけちゃったようです、運営さんがね。はい、何個集めれるかな俺は。あ、これ登れんだね。オッケーオッケー、さあ行こう。さあ、あれ飛行機、あの墜落したのここだったんだね。ってことは、うん、先にね墜落現場に来てるっていうね。ブラックボックスだっけ、回収ですかね。そんなのに興味ねえかあいつらね。そんなのに興味ないし、女かな、墜落現場に女いねえか。またドンパチですよ。オッケー、ヒットショット、こんだけ打ってヒットショットようやく決まりました。はい、そういうもんです私、そういう実力です。はい、でもね、でも誰に、みんなにバカにされてもいいんです、ね、私が楽しければいいね。私が楽しいゲームだと判断すればやる。ただそれだけ。はい、 AKM がいいね。連射ができるんで、なんかね連射しても間隔空けないと死なないんだよねこの人たち、ね、連射で当たっても一発ずつの間隔を空けて3発もらわないと死なないんだよ。どうなってるの、どういう体してんだろうね。無敵か、無敵ではね。爆弾だ、タル爆弾だ、そこ、うい、食らった、食らったか、食らってない。引いてねえじゃん、ね、FPS が下手なね、下手なあるあるね。リロードをね、身がむき出しの状態でリロードしちゃうね、 FPS 下手あるある。さあ転がりながら、ね、回収して、回収しつつできちゃってる、はい、ね、操作がね、こんがらがありますね。結構メタルギアを長くやってたら、いろんなものと操作がこんがらがる、ね、喋りもこんがらがる、ね、はい、はい、行こう、はい、行こう、さあ行こう、どうだ、また手榴弾だ、また手榴弾だ、お前やめてくれや。手榴弾で森をね破壊するのはやめてください。ということで、はい、倒したかな、これでいけるかな、まだいるっつってね、まだいるね、近寄ってきてね、そしたらなかなかエイムが、なんでかな、そういうもんか、逆にね近寄ってきたらなんかエイムが合わないね。すごい倒れ方したけどね、まだいるよね、もういないの、おい、チャンスじゃねえ、ヒントが出てる、上敵、ヒントボタンが出てる、これは大変だ、あ、飛行機のね、飛行機の上に登る、登ってブラックボックスかな、ついに、
ジかよ、エレナ。さあ、墜落した飛行機からね、大事な地図をね忘れていたみたいで発見して、窓からねエレナが落ちた場所が分かったのかな、なんか白っぽいところね。そしてまた敵が出てきちゃうね、すぐ出てきちゃうねもうすぐ敵が出てきちゃうね。もういいんじゃない、もうちょっとね話を進めさせてほしいよね、本当に。もういいよ君たちは、ちょっとなんかいくらか出すからちょっと帰ってよねえ、はい、まだか、はい、どうだ、よし終わったか、まだ降りてきてる、なんだよあいつら、すごいな、すごいね、すごい忠誠心、すごい忠誠心、今のヘッドショットちゃうかい、何も出んかったね、何も出んかった、さあ、おお、かっこいいスライディング、かっこいいスライディングをしたけど打たれちゃう、警戒に降りてくるね、警戒に降りてくる、よし終わったか、猛攻は終わったか、終わったかな、はいはい、弾を拾ってね、弾を補充して補充してまいりましょう、よし、どこから出てくるんだ、いけんのかい、まだまだ来んのかい、結構しつこいですね、これね、結構しつこい、ね、もういいんじゃないよ、そんなそんなに攻めなくて、こっちだ、そんなに攻めなくて、もうねここでのシーン取れたよここでのねシーンは結構もう取れたからさ、お腹いっぱいなんだよ、ね、もういいよ、もう来なくていい、ね、ちょっとボスに言ってきてね、もう結構いい絵が撮れたからさ、ほーらほーら、こんなね撃たれちゃうし、ね、もうねここでの戦闘はもう結構撮れたよ、本当にね、結構撮れてるから、空気読んでね、よし、やっとね、やっと終わったか、さあ行こう、さあ行こう、弾をね拾いつつね、弾を拾いつつ行こう、弾を補充しながら、はい、あっと AK のがいいね、下手な人は弾が多い方がいいね、よし75発こんぐらいあれば大丈夫だろうね、まだ来るのか、あれよく見て串刺しになってる、串刺しになってる罠があるのね、これこっちにも罠来んのかな、ってことはやめとこうね、避けていこう、待ってろよエレナ、あっこかな、エレナ待ってろよと、エレナはいね、注意がね足りませんね、ちょっとね1年あったらすぐ死んじゃうね、まんまとね、あの面白いぐらいこう作った人のね、あのトラップというかね、ここで落ちんじゃねっていうところでね落ちてくれるでしょ、俺うわマジかとすいません、そういう人がプレイしてるんでね、ごめんね、最後
とまた意味の回シャープシュート、なんじゃそら、どういう意味だよ、ね、そういうメダルの意味をと打たれちゃうね。結構いるな、なんかすごい武器のやつがいいんだよ、すごい強い武器のやつがいた。はい、一人片付けて、さあ、どうやら、まだいいのかい、どっから、ね、もういい具合に今飛んで死んだね。結構いい演技した、ね、黄色い人いい演技だった。うん、 AK のがいいね、 AK のがいい。またいる、ここだ、これ道場だ。さあ倒していこう。二人AKだね。二人AKだね。こんなところに手榴弾投げてきちゃう。おお、もうこれはね、スネークで培ったぶら下がり、ぶら下がりよくだ。はい、ここだ。どっから湧いてるの。やっべえぜ、手榴弾かい、お前の墓場だ。耐えた、一人やった、あと二人か、壁破壊されてんな、あ、そうだこれすごいな、この武器弾は少ないけど、大丈夫かな、行け、やったぞ、死んでもらうぜ、待ってダメだ、すごい、また手榴弾だ、この武器すごいわ、この武器、この武器の威力試しちゃった試しちゃった、よし、エイムのね、下手さだねはい、まだまだ来るのね、もうね、もう何人来た、何人死体の山ができた、これを含めてね、はい、戻ってるね、あれすごいやつ、どこ行った、どこ、今日どこで落とした、つらいな、ハンドガンつらいな、ハンドガンつらい、ハンドガン、よし、猛攻は終わったか、君たちのラッシュは終わったかな、なんかスーって動いてる、今スーってね、なんかね、フィギュアスケートみたいなスーって動いたよね、今ね、まあ行こう、まあ行こう、さあ行こう、さあ見えてきたかな、ついについに到達したかな、エレナのね、エレナが墜落した場所かな、冗談だろ、五城壁ということで、この城壁を登ってエレナのところに、エレナのところに行こう、すごいね、このあんなに戦闘を繰り返してきてまだこの登るパワーがあるね。これあれ、これ左右に、左右に振るのどうやるんだっけ、ちょっとしか振れないちょっとしか振れない、
あれ結構触れたよね。ちょっとだけ触れた。ちょっとだけ触れた。これじゃ届かんよね。ちょっと低めでやってみよう。低めで。どうだ。あ、少し触れた。何この振り子的な、振り子的な感じ。ね。OK、いけるか？次でいけるか？おーいっしょ。はい。いけた。上を見て、下は見る。ちょっと崩れるのやめて、ほんと。ねえ、崩れるの嫌だ。嫌だわ、言うてもね。崩れんですけど。さあ、ね、振り子は分かったよ、OK。さあ、いや、こんなやつ、リアルにいたらやばいよね、ほんとに。すごすぎるわ。とりあえず、指先すごいわ。はい、神様サンキューということでね。はい、アンチャーテッドコレクション第4回ですかね。はい、ここまでにいたしましょう。ありがとうございました。ではまた。